郵便配達は二度ベルを鳴らすは、1942年製作のイタリア映画、ルキノ・ビスコンティ監督の長編所女作である。原作は、ジェームズ・エム・ケインの郵便配達は二度ベルを鳴らすだが、クレジットでは示されていない。原作者の許諾を得ることなく映画化された違法な作品であるため、イタリア公開時に数日で上映禁止となり、長らく、 幻の少女作と呼ばれていた。アメリカでの公開は、ビスコンティの死後、1976年のニューヨークフィルムフェスティバルであった。日本ではタイトルをケインの小説に合わせて1979年に公開された。本作をもって最初のネオレアリズム映画と言われることがある。一般に映画におけるネオレアリズムの短所は、 ロベルト・ロッセリーニ監督による1945年の映画無防備都市であると言われているが、反ファシズム的な内容や屋外での撮影、素人役者の起用は本作が最初であるとビスコンティは主張した。ただしネオレアリズム風の作品は本作以前にもいくつか存在するため、何をもって最初の作品とするかは意見が分かれるところである。現在では、 やや控えめに、ネオレアリズムの先駆的作品と呼ばれることが多い。ビスコンティがスラムの人々の生活に目を向けたのは、ジャンルノワール監督の自然主義的レアリズムの影響であると言われている。ビスコンティはルノワールのトニで女子として働いていた。ファシズム体制下での撮影だったため、あからさまなファシズム批判はなされていないが、反フ,フランコの象徴としてのスペイン人の登場や、 不倫という、公衆領族に反する内容は、十分に反ファシズム的である。ブラガーナが喉自慢大会で歌ったのは、椿姫のアリアである。北、イタリア、ポーガワの食堂に、ジーノが現れる。天主ブラガーナの年の離れた、美しい妻ジョバンナは、ジーノに惹かれ、彼を雇うように夫を説得する。ジーノとジョバンナは、ブラガーナの留守中に、肉体関係を持ち、 駆け落ちしようとするが、ジョバンナは、途中で、罪悪感に襲われて引き返してしまう。ジーノは一人で放浪を続け、ジョバンナを忘れようとするが、旅先の港町で、ブラガーナ夫婦と再会して再び店に戻ってしまう。二人は、ブラガーナの殺人を計画し、自動車事故を装って実行する。しかし新しい生活を始めた二人の間には終始、気まずい雰囲気が流れ、 ジーノは別の女のところへ入り浸るようになる。一方、警察は、ブラガーナが殺害されたことを確信し、二人を指名手配した。ジーノは、ジョバンナが密告したのではないかと疑ったが、彼女の一途な愛と、彼の子を見ごもっている事実を知って、再出発を決意する。しかし車で旅立とうという矢先、トラックと衝突して彼女は、死んでしまった。ありがとうございます。